今日はもうすぐバレンタインデーが近いということで、手作りのバレンタインのお菓子を今日は作りたいと思います。お菓子作りが特に苦手。料理は手があれば結構失敗なく作れるんですけど、お菓子作りってめちゃくちゃ難しいなって思ってて、結構失敗しちゃうんで、ちょっと初心者でも簡単で、でもこう見た目がちょっとクオリティ高く見えるバレンタインのお菓子を作って彼にお渡ししたいと思います。久しぶりに作る。とりあえず今日は買い出しに行って、作りたいと思います。はい、バレンタインをちょっと意識したメイクが完成しました。普段のメイクにちょっとピンク味を増した感じなんですけど、キャットラインとかメイクの濃さとかは自分らしさのままで、アイシャドウちょっとブラウン強めのグラデーションにしました。結構私もうコーデも組んで、まあ、ヘアもある程度完成して、でアクセサリーもつけて、最後にリップで締めることが多いです。今日はちょっと彼に渡すので、リップもバレンタイン意識をちょっとしてビビッとな割と青みが強い、ピンクにしました。トップスがねブルーで、なんかあんまりこう濃いリップ派手かなと思ったんですけど、あのピンクの中でもちょっと青みがかっているピンクなので、ブルートーンに意外とマッチします。で、まあ、今回はちょっとシルバーアクセで、ゴールドアクセよりはちょっと冷たい、クールな印象にさせたかったので、ゴールドよりシルバーを選びました。最後にクリスマスプレゼントでいただきましたこれはちょっと自分がすごい憧れだったブランドの香水です。よし、じゃあ準備ができたので買い出し行ってきます。今日は友達にサポートしてもらいながら、チョコブラウニーと生チョコを作ります。とりあえず今生チョコ作ってる。こんな感じ。生クリーム 120g を湯煎しながらみたいな、でもレンジでチンしてちょっとだけ温めるぐらいでよくない？うん、意外と溶けてる溶けてる。よし、結構な量作ったねこれね。うわー、飛び込みたいねこの中ね。もはやこれ自分のために作ってる説もあるかわいい。ほら、固めます。おお、もうだってこれ固まったら一品目出来上がりです。はい、じゃあ2個目作ります。スイートチョコ、次のなんだっけ、私の袋作ブラウニー。そう、ブラウニーはあんまり甘すぎない風に作れたらなと思って、一応ねこれにはビターチョコが入ってあったからビターを買ってきました。あんまり甘いものがそんなに普段から食べないので、彼がちょっとビターを選んでみました。うわすごいね、本当にめちゃくちゃ簡単だわ。まだできてないけど溶けてミックス混ぜて、オッケー、混ぜます。
おー、すごい、もうクッキングっぽいですね。とってもレンジで600ワット4分で、本当にできるかな。スタート。はい、1時間経ったんですけど、なんかね、固まんなくて生チョコを失敗しました。生チョコ失敗することってあんのかなって思いますけど、なんでちょっとこれをさっきのブラウニーにこうトッピングでちょっとかけたり、トッピング用でイチゴを買ってるんで、ちょっとイチゴをディップしてチョコフォンデュ的な感じで楽しむことにします。はい、やっと完成しました。じゃーん。ちょっとトッピングはちょっと自信がないんですけど、まあ、味はグッドだったので、最後に彼に渡して終わりたいと思います。いや、でも楽しかった。作れたけど